イブラヒム・ルゴバは、コソボの政治家。アルバニア人主導のコソボ政府及び、国際連合コソボ暫定行政ミッション統治下の、同国大統領を務めた。1989年3月、コソボ社会主義自治州の権限を、セルビア議会によって奪われた、アルバニア人たちは、選挙をボイコットし、同年12月に、文学史、美学研究者のルゴバを、 コソボ民主連盟の党首とした。その後、アルバニア人主導のコソボ政府が樹立され、1992年に行われた大統領選挙でルゴバが大統領に選ばれたが、この政府は国際的な承認は得られなかった。コソボ紛争において、アルバニア系住民の中にあって恩健派指導者として行動し、平和的手段による独立運動を進めた。 コソボのアルバニア人からルゴバは国父と呼ばれた。1999年5月5日から7月30日までイタリアに逃れた。その後2002年にアンミックによって樹立された政府の大統領に選出された。2006年1月21日に肺がんのため現職のママプリシティナで死去した。61歳。アンミックの統治下にある。 コソボ自治州の地位をめぐって、セルビア共和国との交渉が本格化する矢先の市だった。ありがとうございます。